バシーリー・チャパー F、バシーリー・チャパー F は、ソビエト連邦で建造されたソビエト連邦海軍の一等大型大戦艦である。艦名は、ロシア内戦における、老能赤軍の伝説的な英雄で、映画など大衆文化を通して有名であった、ブヤイ・チャパー F を称えたもの。先代の軽巡洋艦、チャパー F から受け継いだ。1134A。 ベルクと A 設計大型対戦艦の9番艦となるバシーリー・チャパーエフは1970年6月11日付で海軍艦船名簿に登録された。1973年12月22日にロシアソビエト連邦社会主義共和国レニングラードの AA ジュダーノフ記念工場で寄港した。工場番号は第729号であった。 1974年11月28日に浸水し、1976年11月30日に竣工した。当初は、1976年12月24日付の20、赤旗君章受賞バルト艦隊司令官、第0171号司令により、同艦隊、第12ミサイル艦分艦隊に編入された。その後、艦は、 太平洋方面へ開港されることになったが、士官以下上院が太平洋方面への転勤を拒否した。このような命令拒否は当時ソ連海軍において反乱とみなされており、すぐに新しい艦長が任命され、上院はウラジオストクから派遣されたメンバーで編成し直された。1977年2月2日付で赤旗勲章受章太平洋艦隊へ編入された。 1977年には、姉妹艦、オクチャーブリスキー提督とともに、インド洋における、中流任務を成功裏に遂行した。バシーリー・チャパー F は、ハバナ、シエンフエーゴス、ルワインダ、ボティアラ、マプト、アデンを、実務、公式訪問にした。12月16日から21日にかけては、第8作戦艦隊の機関として、警備艦、レースキーと共に、 インドムンバイを実務訪問にした。1978年3月31日付の赤旗く少小樹小太平洋艦隊司令官第131号司令により赤旗く少小樹小太平洋艦隊第10作戦艦隊第201対戦艦戦隊に編入された。中越戦争が発生するとソ連は UFO ベトナムを支援するため、速やかに艦隊を派遣した。戦争の行われた1979年2月から3月にかけて、バシーリー・ジャパン F は、式巡洋艦、セニャービン提督、ミサイル巡洋艦、フォーキン提督、大型対戦艦、スポソ・ブ・ヌイト、ストロー・ギー、艦隊水雷艇ボズ・ブジュ・ジョン・ヌイ、警備艦、 ラズヤーシティと共にベトナム支援のために派遣された。この作戦によって36名の乗員が勇気とヒロイズムのために政府から受訓された。また戦闘準備と水中登頂の優秀さからバシーリー・チャパン F は艦隊で最良の艦の一つに選ばれた。1982年5月8日から12日にかけては警備艦リアーヌイと共に セーシェル・ビクトリアを公式訪問にした。1982年には、インド洋で軍事任務を遂行した。任務は9ヶ月にわたり、その間、インド、セーシェル、南エメン、モザンビーク、ベトナムを歴訪した。1983年には、ウラジオストクの船舶修理工場、ダリザボートにて、中期修理を受けた。その際、対戦ミサイル複合を、 従来の対戦専用のメチェリーから対艦兼用のラストループ B へ更新した。さらに、前哨には衛星広報システムアディケ 3M リ流スと宇宙通信複合 R-790 津波 BM が装備された。1984年春には朝鮮民主主義人民共和国を訪問したが、その後一月にわたって朝鮮人民軍海軍の 潜水艦の沈没地点に止まった。同年秋には、重航空巡洋艦、のぼろシースクと警備艦、及びタンカーと共に、ハワイ諸島へ向かい、その後オホーツク海で、アメリカ海軍の多目的原子力潜水艦の追跡任務を行った。その間、猛烈な嵐に見舞われた。1984年10月1日から10月3日にかけて、 バシーリー・チャパン F は、オホーツク海において、アメリカ海軍の原子力潜水艦に対する、捜索作戦に従事した。捜索部隊には、重航空巡洋艦、ノボロシースク、大型対戦艦、ニコラー F、警備艦、ストロジェボーイ、原子力潜水艦 K-242、K-535、通常動力型潜水艦 B-855、 B-229, B-404, それに S-142 とのボロシースク搭載のカ -27PL からなる航空部隊が参加した。艦隊は9月28日に出航したが、9月30日にはバシーリー・チャパー F は非音響装置によって原子力潜水艦の功績を発見した。10月2日には B-404 が パラムシル島とマカンル市島の間の第4クリル海峡においてアメリカ海軍の原子力潜水艦を発見した。天候の悪化のため10月3日に作戦は完了とされ、10月5日にアニーバワンでニコラー F とバシーリー・チャパー F に物資を補給した後、10月6日にはストレロークワン、ルードネフ入れ駅艦した。1985年2月には 重工空巡洋艦、のぼろしイスク、大型対戦艦、タリン並びに、タシュケントと共に、原子力潜水艦系湾15を標的に利用した、対戦任務訓練に従事した。1985年3月29日から4月17日にかけて、太平洋艦隊は、日本海からハワイ諸島、カムチャツカ半島までを視野に入れた、大規模な指揮指令演習を行った。 練習艦隊には、第10作戦艦隊の重航空巡洋艦、のぼろシースク、大型対戦艦、ニコラー F、タシュケント、タリン、バシーリー・チャパー F、警備艦、レイブノスヌイ、ポルイビストイ、原子力潜水艦 K-360 などが、加わった。演習では、艦隊は6430海里の距離を航行した。1985年8月には、 ベトナムを訪問した。同年9月から翌1986年9月にかけての期間、バシーリー・チャパン・エフはベトナム宴会域において軍事任務を遂行した。1986年9月15日から9月17日にかけて、バシーリー・チャパン・エフは初めて実施された太平洋艦隊と朝鮮人民軍海軍東海艦隊等の 合同演習に参加した。演習は、海上へ移動する揚陸部隊の撃破であり、VVC ドロフ太平洋艦隊司令官が演習の指揮を取った。ソ連海軍からは、バシーリー・チャパーエフの他に、大型対戦艦、タシュケント、ミサイル艇5隻、補給船舶3隻、航空機12機が演習に参加し、ラソンを根拠地として活動した。演習後、 バシーリー・チャパー F は、インド洋での中流任務を継続した。この年、大型対戦艦、タシュケント、バシーリー・チャパー F、警備艦、ゴルジェリーー及び第710、独立艦載対戦ヘリコプター連隊からなる、第10作戦艦隊の艦船捜作打撃軍は、対戦行動の分野で最優秀であると表彰された。1992年5月3日には、 部品やシステム、武装の不足と修理工事の費用対効果の問題が原因で予備役に入れられた。その後、解体と売却を目的とした資金資産局、または軍資産監禁局への引き渡しに関連し、1993年6月30日付で武装解除され、海軍から除籍された。同日、姉妹艦のイサーコフ提督と、 ボクチャーブリスキー提督も除籍されている。同年12月31日付で退役した。その収益期間において、缶には以下のような原則番号が記された。ありがとうございます。